福井県立恐竜博物館。福井県立恐竜博物館は、福井県勝山市村岡町の長尾山総合公園、勝山恐竜の森内にある、恐竜を主たるテーマとした自然史博物館である。カナダのロイヤルティレル古生物学博物館、中国の地密技恐竜博物館と並び、世界三大恐竜博物館と称され、日本における恐竜博物館の代表格である。 博物館にほど近い勝山市茶丹町の手っ取総群、株クア系からは、恐竜のほか、ワニ、カメ、魚類、淡水性貝類、陸生植物などの化石が産出している。この化石発掘現場は、2014年7月から野外恐竜博物館の一部として、見学することができる。2009年10月に、勝山市全域が、恐竜渓谷福井勝山ジオパークとして日本。 ジオパークに認定された。2017年2月には、勝山で発見された5種の新種の恐竜の化石標本と、その発掘現場が、学術上重要な標本とその産地として貴重である、と認められ、勝山恐竜化石群及び産地として、国の天然記念、地質、鉱物に指定された。館内の展示部門は、大きく3つのゾーンに分かれている。 長径84メートル、単径55メートル、広さ4500平方メートル、天井の高さ約37メートルのドーム型の巨大な部柱空間である常設展示室、恐れホールには、恐竜の世界ゾーンと題して、44体の恐竜の全身骨格が展示されている。この中には、福井県で発掘された五種のうち復元された、福井サウルス、福井ラプトル、 福井ベナートルの全身骨格もある。この他、地球の科学ゾーンでは、地球科学の歴史や、陸域と海の堆積物とそれらに埋積された化石、地球を構成する岩石と鉱物などを展示している。生命の歴史ゾーンには、46億年の長い地球の歴史の中で、生命が海に現れ、その後脊椎動物が誕生し、 陸上に進出した、脊椎動物と植物が関わりを持った歴史などが、ジオラマを通して、時間の流れに沿って展示されている。このほか、恐竜ロボットや200インチ対面スクリーンで、恐竜時代を体感する子ができる。毎年のように化石の発掘作業とクリーニング作業が、継続して行われており、その様子は、 野外恐竜博物館と化石クリーニング室で一部見学することができる。44体の恐竜の全身骨格が展示されており、このうちカマラサウルスやアロサウルスなど10体は実物の骨の化石を用いて組み上げられている。展示物の複製の記載の有無で判別できるほか、博物館配布の利用案内などには実物の説明がある。特にカマラサウルスは アメリカで発掘された骨を投管でクリーニング作業を行い組み立て物。ウィング胸にはティラノサウルスの巨大な骨格を間近に観察できる大のラボや恐竜をテーマにした映画を放映する行動や特別展示室などがある。また地域の学校向けに恐竜授業をはじめとする学校教育支援プログラムも提供しており、教育に対しても熱心な博物館と言える。 2013年4月には福井県立大学の付属機関として恐竜学研究所が永平次長に開設され福井県立恐竜博物館の研究員らが中心となって博物館と連携しながら国際的な学術研究、教育活動や人材交流を推進している野外恐竜博物館は化石の発掘現場付近に設けられ 実物化石の展示や発掘現場の観察広場がある。専用バス、恐竜バスで行くツアーがあり、ここでは発掘現場から掘り出された石を叩いて、発掘源をすることができる。1982年、昭和57年に、勝山市茶壇の杉山川流域で、中世大白亜紀前期のワニ類の全身骨格化石が発見されたことが発端となり、1988年、 昭和63年に同地で福井県立博物館職員による予備調査が施され小型肉食恐竜の博士が発見された。博物館施設としては当館の前身である福井県立博物館が自然、歴史、民族、産業に関する展示などを行う総合博物館として1984年昭和59年に福井市に開館した。 その後、2000年に自然科学分野に関する展示が、勝山市に新規開館した、福井県立恐竜博物館へと移管された。2013年7月に設立された、アジア恐竜協会の事務局が博物館内に置かれている。図録、福井県立恐竜博物館展示解説書がある。博物館の展示内容は、マイナーチェンジが行われており、この図録に反映される。 毎年開かれている特別展では別途図録が作られる。データは福井県立恐竜博物館による学術研究や教育普及活動、資料収集、さらには展示、収蔵品の対職等の相互交流を目的として以下に示した複数の研究機関と姉妹提携を結んでいる。括弧内は締結年月日。2001年。 平成13年より毎年、定期的に特別展が開催されているほか、不定期に企画展が開かれることがある。カッコ内は、開催期間、開催日数、入場者数。2007年、平成19年4月26日、福井県勝山市町、小山総合公園内のドキドキ恐竜発掘ランドで、約1億2000万年前、 白秋の手っ取り草群と呼ばれる地層から採取されたもので、幅約23センチメートル、長さ約24センチメートル、厚さ約7センチメートルの祭流が発見された。2013年、平成25年8月10日、秋篠宮文人新王、同人と真子内新王、久人新王が夏休みを利用した私的旅行で当館を訪れた。括弧内は、 学名が認められた論文の発表された年、JR 福井駅で、越前鉄道勝山永平時線に乗り換え、終点勝山駅で下車。勝山駅から博物館までは、勝山市市内観光バス、恐竜バスダイナゴン、または、勝山市、コミュニティバス、グルリンが接している。福井からの所要時間は、約70分。越前鉄道の有人駅、一部を除くと全国の、 コンビニでは、電車とバスの乗車券及び博物館入場券が一体となった割引ギップが発売されている。最寄りのインターチェンジは、中部縦貫自動車道 A 平寺大の道路、勝山 IC。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。